こんにちは、まさかつです。今日は持田純一さんによる年子の遊び方です。皆さんこんにちは、持田純一と申します。今日は年子、この年子で遊んでみましょう。実際に年子を持っている人の方が少ないとは思うんですけども、例えばお菓子の空き箱を紙の上に伏せて丸く切り抜けば年子になります。でこの紙なんですけども、いわゆるパズル、ジグソーパズルですとか、あの紙のパズルに使うようなものが適してます。段ボールはちょっと適さないですね。しっかりとした紙が面子には向いてます。私も実際このように切り抜いてきました。では実際にこれで遊んでみましょう。 ABCD4 人で遊ぶと仮定しましょう。まずじゃんけんで一番最初に投げる人を決めます。 A さん、一番最初に投げる人ですね。で2番目に投げる人、 B さん、好きな場所に自分の面子を置きます。まあ大抵は真ん中ですね、一番遠いところに置きます。次 C さん、どこに置いても大丈夫です。ただし先に置いた人に重ねて置いてはいけません。自分なりに考えてどこか重ならないように置いてください。そして D さん、置いてみてください。では A さん投げてみます。 A さんが自分で投げて B と D を出しました。この2枚は A さんはもらえます。自分の手札として加えてください。そして相手のを出した場合にはもう一投できます。A さんの勝利ですね。一投で全部取ってしまいました。これを繰り返し遊びます。例えば A さんが投げたけども、このように動いて自分のだけが出てしまった。そしたら次に投げる B さんが自分の面子を手にします。で空いているところで重ならないように A さんは自分の面子を置きます。次投げる人は B さんですね。出ました。B さんはこの面子を手にすることができます。そして B さんはもう一回投げられます。それで決着がついた方が勝ちですね。皆さんどうでしたか？面子は相手に負けると自分の面子が相手に取られてしまいます。そういう勝負に徹した遊びです。だからこそ楽しいと思います。これからもぜひ面子で遊んでみてください。深谷市では技人を紹介しています。詳しくはホームページをご覧ください。